感染拡大が続く道内では今日新たな感染者がこれまでで最多となる200人を超える見通しとなりました。感染症対策の中枢を担う札幌西区の北海道医療センターでは看護師と患者8人が感染するクラスターが発生したほか、南区の特別養護老人ホームでも感染が拡大しています。警戒ステージが3に引き上げられて初めての月曜日、出勤する人たちは特に変わってはいないですね。いつも注意すること続けていくだけだと思うんです。飲み会の方はもう本当にやらないことが基本かなという雰囲気になってますので、道は27日までを集中対策期間として札幌すすきの地区の対策を強化しています。